東京に住むとこの人混みの中でこういう場所を来るとああいうこう上にある部屋に住むとどんな感じかなと思ったりした気分で自然の中で川の流れが見えて周りが山があってああちょっといいなと思っちゃうんだね。実際にここ住むと本当に好きかどうか分かんないけどでも今見ると魅力があるなと。この階段がちょっと不思議だけどこうやってその水の中につながってる。もしかして人が水に入っちゃうと出やすいようになってるわけですかね。それともここで泳ぐ人がいるんですかね。水はあまり透明じゃないけど